はいどうも、世界一ストイックな怠け者テケテケです。はい、ということで久しぶりに動画2日空いてしまいましたが、まあね、ちょっと喉やっちゃったんですかとかね、心配等々おかけしてしまって申し訳ありませんが、まあ2日休んだ理由としては、一応ね1本一般公開用の動画は作っていたんですが、まあその動画を1時間ぐらい収録した段階で、あ、これ一般公開で出しちゃいけないやつだっていうことに気づいて、はい、もうそれに気づいて完全に集中力が切れて、まあそこから前から読みたかったワールドトリガーっていう漫画を読み始めたら、でその後気づいたら前回読んでました。めちゃくちゃ面白い。いやもうめちゃくちゃ好きなタイプの漫画でした。でもまあせっかくこの機会だからと、ずっと読まず嫌いしてた鋼の錬金術師も1巻から読み始めて、3巻目ぐらいまで行ったところで我に返って今ですね。はい、ということで、まあ、2日明けて思うことは、猫島行けばよかった。まあ今年は猫島と岩下の新生姜ミュージアムにはどっかのタイミングで行くと決めてるんですが、いやどっちか行けましたね。これ完全にやっちゃいましたが、全く後悔はしてません。はい、ということでワールドトリガーが見た目以上に中毒性のある漫画だってことが分かりましたが、でお蔵入りになってしまった動画に関しては、まあちょっとしたこのゲームの裏技が含まれてる動画だったので、サイレント修正されたら嫌だなってことでお蔵入りにしたんですが、また時間取って編集したらメンバー限定動画の方に突然アップすると思うので、はい、YouTube メンバーの方はそちらも楽しみにしていてください。はい、ということで今回はこの装飾についてですが、まあ分析動画出してから対人戦動画一本も出していなかったんですが、はい、今回廃課金編のサバでプラス7まで覚醒させて、はい、専属武器なんかもしっかり作ってレベル200まで育てた上で対人戦で使ってみました。はい、忘れてる人も多いと思うので、足早にこのキャラクターのスキルのおさらいをしておくと、まあ、スキル1が白口ベース防御虫攻撃で HP が低い相手を狙ったフィニッシャームーブ攻撃をしていくキャラクターの中では火力最強のキャラクターで、現環境白口ベース防御虫攻撃に対する神髄共鳴カットをしていくような対人戦で幅を利かしているキャラクターが少ないので、ダメージが通りやすく、その通りやすいダメージを利用して攻撃し終わった後、総ダメージ 50% 分の HP 回復を HP が低い味方に回復していくことで、まあ、大量の HP 回復が狙えると。で本来退場しそうであったはずの味方が HP 一気に回復していきながら、さらに生後暴走がついて効果力化することで、戦力から外れるはずだったキャラクターが場に残り、なおかつ効果力化して相手陣営を蹴散らしてくれるということで、まあこのキャラクター自体は敵陣の人数をフィニッシャームーブで削っていき、盤面の雰囲気を変えながら、なおかつ味方の退場するはずだったキャラクターを戦線復帰させるだけでなく、そのキャラクターが場合によっては勝利の鍵になるというようなお膳立てをすることができるといったような、対人戦なんかの後半戦で盤面をひっくり返す力があるキャラクターであるとところがこのスキル1の特徴になっていて、でスキル2の方は敵6名に対して自身に付帯しているデバフをコピペしてばらまいていくキャラクターだと、いうことで、まあこっちの方は基本的にスキル2まで生存が難しいので あまり使える機会はないので、まあスキル1メインのキャラクターだと思ってもらえればいいんですが、まあ分かってます、廃課金同士の陣営には向かないっていうところは、うん。まあ今回この装飾後編動画なんかは再生数もいつもみたいに伸びずに、明らかに人気がないキャラクターってことは分かってるんですが、まあこういう注目されてないサポート機能を持ってるキャラクターほどどうしても扱いたくなっちゃうんですよね。はい、基本的にこのキャラクター廃課金向けというよりは、まだ主力育成においても攻撃面の方はがっつり育てていても、耐久面の方の育成が不十分のような育成体で打ち込んでいくことで、まあ特に腰当てなんかの育成は重課金廃課金の人でも遅れがちなので、まあそういった耐久面の育成がおろそかな相手に対して打ち込んでいくことでスキル1が生きるので、あんまりガチガチに育成されている廃課金同士の戦いでは活躍できないことは分かってるんですが、つい育てちゃいました。まあただアーグスとか、まあこの前の幼遊記とか、ああいったキャラクターっていうのは取る人も多いので、まあ、逆に言うと参考データはもうそこら辺にプレイしてれば対人戦なんかでもぶつかるし分かると思うので、逆にこういう取る人が少ないキャラクターこそ映像化してみんなにお届けしていくのが私の役目かなっていうところもあるなと思うので、まあこういった珍しい動きをするキャラクター投与しないにしても動きだけでも勉強しておくのは意味があると思うので、はい、最後までお付き合いいただければと思います。はい、で今回育成したのがこの廃課金サーバーでの育成になるので、お互い廃課金同士の戦いになってしまっているので、まあ奥義なんかも一期当選コラボ以外の奥義に関してはほとんど解放してしまっているので、この装飾の弱点だったり強みの部分なんかが奥義でかなり薄められてしまっていたり、まあその他基本的に廃課金同士の戦いになるので、まあ正直あんまり参考にならない部分が多い映像になってしまいますが、参考にならない部分に
に関してはその都度、まあ、口頭で指摘しながら、まあ、これもし配下金同士の戦いではなくて現実的な育成度合い同士の戦いだったらどんな結果になってたかっていうところも、まあ、ちょっと想像入っちゃいますが差し込みながら解説していきたいと思いますのでよろしくお願いします。ということで早速戦闘映像見ていきますか。はい、まずはこの場面ですね。応援出しの後半戦、はい、最後の応援に装飾が出てきて、まあ、こちらも応援キャラクターがいないピンチな状態で場に出てきて、はい、相手の HP が低いアーグスに対してこのキャラクタースキル1は HP が低い相手を狙った白口ベース防御無視の連撃を行っていくので、はい、しっかりアーグスを撃破してそれプラス周りのキャラクターなんかも何人か撃破することに成功しました。ここら辺がフィニッシャームーブキャラクターのまず一つ大きな役割になっており、まあ後半戦なんかで長期間生存していると形勢不利になってしまうようなキャラクターに対して無慈悲にとどめを刺していくことができるっていうところがこの装飾の大きな強みになってます。はい、まあちょっと今回こちらの装飾がだいぶ育成度合いで格上になってしまっているので、はい、ここら辺なんかも配下金育成になっているので、ヤウグスなんかを倒してしまっているのは、はい、ちょっとこちら側の装飾の育成具合なんかが、まあ、正直参考にならないと思いますが、まあお相手のマーさんもだいぶアーグスがっつり腰当てを含む深淵後のがっつりアーグス耐久育成されてるので、はい、これいつもの現実的な育成同士の戦いであればそれはそれで相手のアーグスに対して知力値ベース防御無視攻撃、まあだいぶダメージ取りやすいので、まあ結果おそらく似たようなアーグスに対するフィニッシャームーブができる挙動は取っていくのかなと私は想定してます。はい、ちょっとここは実際に映像で現実的な育成での戦いを見せれなかったことは申し訳ないんですが、はい、こんな感じで盤面のキーマンになっているキャラクターを落としながら戦局優位を作っていくことができると、はい、ただ残念なのはカウンターでアーグスに罪悪流血を食らってしまっているので、はい、全ての攻撃が終わった後ここ HP 回復していく場面なんですが、はい、HP 全く回復できず暴走だけついてせっかくの効果力からの回復を無駄にしてしまうと、まあ、また後で映像ありますが、まあ、特にこのアーグスに罪悪流血カウンター食らうと装飾自体の HP がフレッシュな状態から殴り始めてここまで低いとこまで持ってかされてしまうので結構回復対象がこのキャラクター自分になってしまうっていうことが多く、まあ、回復に成功したとしてもこんな感じで流血で失敗してしまったとしても結局スキル2までの生存はだいぶ難しいキャラクターなので、せっかくのスキル1効果力キャラクターでプラス味方を回復することができるっていう全キャラクターの中でもこのキャラクターぐらいしかできない重要な動きなんですが、結構回復対象が自分になってしまう、しかも現環境だとアーグスの罪悪流血カウンターでその回復自体が無駄になってしまうと、はい、いうようなめちゃくちゃ大きなデメリットがあるので、まあそれでも今回の映像の場合はアーグスを落としてくれただけでめちゃくちゃ大きな貢献をしてるんですが、いい点悪い点こうやって映像で見るとはっきり分かってくると思います。はい、でまあただ自分に暴走つけちゃいましたが、はい、その後一応整合霊感なんかは味方全体につけることができるので、まあ味方の知力値かける 1.5 倍分の筋力値ベース防御無視攻撃に対するカット機能をつけてあげることができると、はい、いうことで、まあこれは普通に嬉しいですね。はい、ということで、まあ、罪悪流血カウンターを食らって HP が低い状態で回復も失敗して、その後のあやめちゃんの攻撃なんかでタダカツを殴ったタイミングで、はい、木立ての点火ダメージであっさりと装飾落ちてしまいました。はい、このやられパターンもめちゃくちゃ多いです。はい、あとこの装飾で多いのが、まあ、また応援の最後にこんな感じで出てきて HP フレッシュな状態から殴り始めるんですが、まあ、敵陣に援護なんかが加熱具によってばらまかれていたり、はい、この場合、まあ、孫権なんかがパッシブ反射なんかがかなり強いキャラクターになっているので、はい、その尊敬なんかを殴っていくときに、まあ成熟してるサバだと結構反射奥義なんかも解放しきってるプレイヤーの方がちらほら出てくるので、はい、そういったサーバーになってくると、はい、このパッシブ反射なんかで装飾自身が HP を減らしてしまったりっていうことで、フレッシュな状態から攻撃を始めて、はい、自身の攻撃が終わる頃にはアウグスより HP が低くなってしまって回復対象が自分になってしまうと、まあ、こんな動きもめちゃくちゃ多かったですね。今回この暴走不要 &HP 回復が HP が低い味方を対象にしてしまうので、まあ、今回この並びですね、結構短期特化陣営なんかでプレイされてる方は最終的にアウグス一体だけになってしまうみたいな場面あると思うんですが、まあ、それを今回配下金編でも再現してみたんですが、まあ、そんなお膳立てをしてもアウグスに対して暴走相当 HP 回復がいかない場合があったりするというところですね。まあ、特に、まあ、若めのサバであればまだパッシブ反射奥義の解放なんかもされていないと思うので、まあ、割と装飾の HP 残った状態で HP が低いアウグスに対して HP 回復狙っていけると思いますが、まあ、そういうサバでも将来的には反射奥義なんかをみんな解放してくるので、そうなってきた時にこの装飾のスキル1の回復対象が狂いやすくなるというところも覚えておいた方がいいです。はい、こちらもよくある短期特化陣営の一幕ですね。はい、まあ、短期特化しているアウグスと
まあ、純白く育成のナタがいる陣営っていうのもよく見かけると思いますが、まあ、そういったナタとか純白くだったりあまり育てていないキャラクター、まあ、今回応援としてあえて分かりやすく宝山城だとか、まあ、そういったキャラクターを配下金編で入れて、まあ、滝とか陣営を再現しているんですが、そうするとこんな感じで最終的にアーグス一体だけになるっていう場面、まあ、先ほども映像でありましたが、はい、まあ、ダッキだとこんな感じで育てていないとこの場合 HP200 万ぐらいしか回復させておらず、まあ、アーグスを回復させるためにはこのサポーターキャラクターもしっかりある程度攻撃力を育てないといけないっていうネガティブなポイントがあったりするんですが、はい、まあ、その面に関してはこの装飾フィニッシャーなんで武器なんかを育てるのは割と精神的消費敵は低くがっつり火力育てて殴っていくことができるんですが、はい、またしても罪悪流血カウンター食らって自身の HP が低くなってしまったので、はい、自分に暴走と HP 回復失敗をしてしまってアーグスに暴走をつけてあげることができなかったと、はい、でしかも最上に攻撃されて落ちてしまうということで、まあ、本当この死に方が多いですね。はい、この展開に関しては配下金サバでなくても普通に美課金無課金で短期特化運用されてるプレイヤーの方でもおそらく装飾を投用したらよく見られる動きになってしまうと思います。はい、お次はこんな場面ですね。はい、またしても戦いの終盤、はい、装飾が応援で出てきて、はい、HP がピンチな関心に対して、はい、早速とどめを刺しに行って、でカイサルに対しても、はい、得意の知力値ベース防御虫攻撃で、まあ、だいぶ HP を削ることに成功しました。まあ、ちなみにお相手さんレベル差でこちら勝っているのでクリティカルがだいぶ出やすくなってしまっているって点まずは一つ注意として入れておくのと、まあ、あとは戦力的にはお相手さん約 3,4,000万上の格上の方になるので、はい、そういった格上の方相手にもレベル差なんかがあればクリティカルを出しながらある程度ダメージを出していくことができると、まあ、やっぱり HP が低い相手のキャラクターに対してフィニッシャームーブができるところが今回でも関心なんかの厄介な生後援護を身代わりになって落としてくれて、でなおかつ自分が死亡してしまったので HP 回復と生後暴走は今回はエビスさんに行ってくれて、はい、純主力のエビスさんの HP を、はい、約2000万ぐらい回復させて生後暴走をつけ、味方全体には生後霊感をつけてということで、まあ、この陣営主力のアタッカーはアーグスと余裕気になるんですが、まあ、純主力のエビス様が火力面でも参加してくると、でしかも生後暴走4ターンつくのでつけるタイミングはあまり考えなくてもよく、はい、2回目通常攻撃挟んで、それでもまだ生後暴走2ターン残っているので、はい、ここでエビス様の攻撃の手番、はい、大体4、500万のダメージを連撃で出してますが、はい、これ暴走なんかで攻撃力や筋力値の火力が増加した状態でやっとこのダメージなんで、まあ、本来こんなにダメージ出せなかったはずなんですが、まあ、だいぶ頑張ってくれましたね。はい、それでもアーグスには火力面では及ばないと、はい、ただ純主力としてこの後ですね、はい、スキル2なんかも打っていって、はい、妖精に対してクリティカルで900万800万という感じで神器状態までこのエビス様が持っていってくれたっていうこのお膳立てがめちゃくちゃありがたかったですね。で、あとアーグスがそこから神器状態で硬い妖精に対して4、5、6回と、はい、6発で落としていくという感じで、まあ、エビス様のお膳立てがあったおかげでここの一挙動で倒しきることができました。まあ、正直後半でアーグスが残っていればアーグス1体でも攻め切ることはできると思いますが、まあ、一応挙動としてこんな純主力についた場合の挙動もありますよと、良い悪いは別として映像としてだけ残しておきます。はい、であとは今度はまたしても総戦力4000万ぐらい負けており、なおかつ今度はレベル差でも負けてしまっているパターン、はい、後半戦装飾が応援で出てきて、はい、お相手さんの砲塔なんかを殴っていって、はい、しっかりフィニッシャームーブで殴っていくんですが、復活で HP だいぶ回復されてしまうので、はい、ここで攻撃対象が変わってしまうというような感じで、はい、復活系キャラクターなんかが挟むとフィニッシャームーブに徹しきれなくなる場合があったりするんですが、まあ、結構しっかりクリティカルなんかも出て殴れており、ここら辺のクリティカルが出てるあたりは正直配下金編なんで、まあ、お互い奥義で会心値だったり根気値だったりが爆上がりしてるので、このクリティカルの挙動なんかはあんまり参考にならないと私は思ってるので、まあ、たまたまクリティカルが出たと思ってください。まあ、ただそれで砲塔の復活1回とハンニバルの致死ダメージ無視1回を、はい、しっかり消費させる仕事を行った上で、はい、アーグスに対しても800万のダメージとなかなかのダメージを出して、はい、今回は攻撃終わり HP が一番低かったのが主力のアーグスになるので、そのアーグスの HP を与えた総ダメージ 50% 約2000万の HP 回復させて生後暴走をつけると、死にかけだったアーグスに対して HP 半分以上のところまで持っていって、なおかつ火力を倍化させるというようなムーブに成功することができました。はい、もしこれ配下金サバ同士の戦いではなく育成不十分なサバでやっていれば知力値ベース防御虫攻撃もっとダメージ取ると思うので、はい、その環境であればアーグスの HP はおそらく全開までいってましたね。はい、ここら辺が装飾の本当に面白いところで、まあ、かなり調整が難しいんですが、こんな感じで主力に対して回復と生後暴走が乗った時の盤面回復力ですね、まあ、格上で普段勝てないようなお相手さん相手にも今回このアーグスが盤面に高火力化して復帰して戻ってきたことで、はい、この後戦いが続いていくんですが、はい、今の攻撃なんかでおそらくアーグス本来であれば落ちていたんですが、なんとか耐久してこの一撃を耐えたかどうかだけで今回の場合は戦闘全体の勝利につながっていると。
はい、王戦なんかの連撃も食らって、はい、ここら辺もしっかり HP が戻っていたことでなんとか耐久できて、はい、ここら辺なんかも本来アウグスは先ほどのお相手さんのアウグスの攻撃で退場しているので、そのタイミングで王戦なんかが出てきたら、まあ、アウグス以外のキャラクター特に筋力値が高いアザイア、ヨーセンなんかが攻撃対象になって、まあ、ここで退場してたと思いますが、アウグスが生存していたことで攻撃をアウグスがある程度受け止めてくれて、はい、味方の生存をだいぶ助けてくれました。はい、でアウグスの攻撃、はい、暴走が乗っかった状態でスキルを打っていって、はい、逆にお相手さんの王戦なんかをオーバーキルして倒していって、一番上のかぐや姫なんかも3700万ぐらい HP 残ってるんですが、はい、暴走化してダメージ倍化してるので一発で1800万ぐらいのダメージ、はい、ハニバルなんかにも1000万超えのダメージを出していって、はい、かぐや姫を落として、はい、砲塔も落としてと、はい、いう感じで、はい、本来退場してるはずだったキャラクターが盤面をひっくり返す形となりました。はい、でお次余裕気の攻撃で HP が低いハンニバルを落として、でアーグスも一回復活まで持っていって、あわや撃殺っていうとこまで持っていけましたが、まあ、ギリギリ攻撃間に合わず落とせませんでしたが、はい、ここら辺なんかもアーグスが敵陣の人数を減らしていたことで、まあ、だいぶ余裕気としては動きやすかったのかなと。でアザイが殴っていくんですが、はい、武将の攻撃だと全然取んないんですね、アーグス相手に。はい、終盤戦ですが追い込めず、はい、で今回珍しく装飾スキル2まで生存しているんですが、はい、今回は装飾のスキル2の最後のフォルテでとどめを刺すというスキル名にふさわしい幕の下ろし方をしてくれました。はい、というような起死回生の盤面をひっくり返すような動きもできれば、はい、こんな感じでガチガチのハンニバル、しかも HP が相手の大凶小凶のせいでがっつり回復している状態のハンニバル相手に殴らされてしまって、はい、全くダメージを出すことができず、はい、合計で4、500万ぐらいしかダメージ出せなかったので、回復量としても HP が低いエビスさんに273万と、はい、ものすごいしょぼい回復量になってしまい、でしかも暴走だけつけてしまってエビスさんの耐久力を 10% 落とす形になり、はい、その後のお相手さんのアザイナガマスの攻撃なんかで暴走をつけたエビスさんがあっさりと、はい、こんな感じで落とされてしまうと、はい、というような全く無駄なスキル1の空打ちになってしまうような場面もあったりして、まあ、ここら辺なんかが初心者向けじゃないと私が言ってるところですね。はい、装飾はこのムーブがだいぶ痛いですね。はい、あと最近のキャラクターで言えばこの余裕気なんかも今1回とどめ刺しましたが復活して戻ってきて、はい、そこから全部ミスってしまって回復量としてはわずか200万と、はい、こちらも主力のアグスに暴走ついたのはいいんですが、ミスによってダメージが伸ばせなかったので回復量が小さく、まあ、これも初撃今400万ぐらいしか出なかったのも配下金同士の戦いなのでダメージが伸びなかったってとこがあるので、まあ、これも現実的なサーバーなんかの耐久面の育成が不十分同士の戦いであれば初撃の余裕気に対するダメージもっと伸びたと思うので、下手したらアグスの HP 全開近い回復まで持っていけてた可能性ありますが、ちょっと配下金同士なのでダメージがあんまり伸びておらず、はい、ここら辺の回復量なんかもあんまり参考になりませんね。まあ例えば装飾の育成が不十分で装飾の火力自体が低い場合なんかに、まあ、こんなことが起きてしまいますよというような視点で見てもらえればいいかなと思います。現実的な育成同士の戦いでがっつり育てていれば一撃しか当てられなかったとはいえ、もう少しアーグスの回復できていたかなと。はい、で暴走ついてしまっているので受けるダメージは増えてしまって、はい、今回復した200万分早速お相手さんのアーグスで200万減らされてリセットされて、であとは暴走で 10% 受けるダメージ増えてしまっているので、はい、こんな感じでだいぶHP ピンチなところまで殴らされてしまっていますが、まあ、なんとかギリギリ耐えて、はい、生き残ってしまえばこっちのもので、はい、暴走化したアウグスが相手陣営に対して反撃で、はい、オーバーキルしながら殴っていって、はい、一気に盤面をひっくり返していくと、はい、ここら辺も巻き戻してみると大凶小凶3500万の HP があって、まあ、暴走化しているおかげで一発で4700万のダメージ出せて落とせてますが、まあ、ここ暴走してなかったらおそらく2発攻撃回数消費していて、でカイサル相手にも、はい、残り3400万の HP で初撃780万ですが、これも暴走していなければもっと低かったであろうダメージになっており、はい、1発2発3発で倒してますが、まあ、4発か5発かかってしまってもおかしくないかなという感じで、まあ、大凶小凶とアーグスだけで攻撃が終わっていた可能性があり、お相手さんの要戦なんかがこの場合もし暴走化してなければ生存してなかった可能性が高いと、はい、そんな状態 で、まあ、で今回は要戦倒せましたが、要戦が残っていた場合にそんな状態で砲塔まで出てきたら、まあ、おそらくこちらのアーグスは砲塔の攻撃で生後援護剥がされて落ちていただろうし、こちら要戦一体だけだったらだいぶきつかったかなというところで、アーグスがだいぶ頑張ってくれましたね。まあ、暴走化つけたおかげかなとこの場面も言えるかなと思います。はい、アウグスが頑張ってくれたおかげで、まあ、盤面が優位に運んで、はい、結果的に勝利につながりましたが、まあ、アウグスに暴走がついてなければ下手したら負けていた可能性がある戦いでしたね。はい、あとこんな場面ですね。はい、アウグストゥスを殴っていって、はい、1回落として復活してきたアウグスに対してもう1回殴っていって攻撃が終わって、はい、今回ハンニバルに HP 回復を行ってしまいました。はい、まあ、HP 回復自体はハンニバルめちゃくちゃ嬉しいんですが、暴走がついてしまうので、まあ、暴走4ターン残るので、この後生後長老状態にハンニバルがなった際には暴走によって受ける
るダメージが 10% 増えてしまうというような相殺効果があったりするので、はい、特に長老で敵の攻撃を引きつけるハンニバルなんかに聖護暴走をつけてしまうと、まあ、暴走という火力アップの部分が主力につかなかったりっていうネガティブなポイントがあったり、ハンニバルが暴走によって落ちやすくなってしまったりというような、現環境ハンニバルなんかを入れてる陣営の人にはあまりおすすめできないかもしれませんね。まあ、という部分に関してもハンニバルを出すタイミングと装飾を出すタイミングなんかを変えていけば、まあ、よっぽどの廃課金で格上マウントを取る人以外はハンニバルも途中で落ちていくので、ハンニバルがいなくなったタイミングなんかで装飾出していくっていう戦い方があるし、まあ、なんならこのタイミングで言えば、まあ、なんなら今のタイミングで言えばハンニバル死にかけだったので、まあ、むしろ 10% 落としてでも HP 回復してくれたのはありがたかったのかなと。で、まあ、これまた廃課金同士の戦いだったので、今アーグスに対してあんまりダメージ出せませんでしたが、現実的な育成具合同士の戦いであればおそらくアーグス落としきるぐらいの火力は装飾出せており、でそうなるとハンニバルに対する回復量っていうのも HP 全開ぐらいまで持っていってもおかしくなかったのかなと。まあ、ちょっと怖いのは先ほど映像で見たように装飾の HP の方がそうなってくると反射で減って回復対象が装飾になってしまうっていうことがありますが、はい、そこさえ突破できれば今ハンニバルを HP 全開にできた場面かなというところで、まあ相殺効果もあるんですが、 HP がピンチなハンニバルにとっては火ダメ 10% の犠牲で HP 全開まで持っていけるのはそこまで悲観的でなかったりしますね。はい、これは場面や育成具合によりますが、はい、ということで最後に圧倒的格上のおなじみパーパパさん、はい、というような超格上相手に戦った場合どうなるかですが、はい、装飾出てきて HP が低いアーグス殴りに行くんですが、まあ廃課金の中でも特に超廃課金をしてるパパパさん、戦力にして約5億の陣営ですが、はい、そこまで育てられてしまうといくら知力値ベース防御虫攻撃でも全くダメージを出せず、はい、全くダメージが出せないとその後の回復量っていうのも全く出ず、はい、しかもなんならハンニバル罪悪流血状態だったので、まあ、HP 回復自体が出ず、はい、暴走だけつけてしまうという最悪の事態になってしまいました。はい、でそのまま蹂躙されていってしまうと、はい、いうことで、まあ、圧倒的格上の使徒相手だとスキル1のクリティカルも出なくなってしまい火力が落ちてしまうし、はい、そもそもダメージ自体が出せないと、はい、ようなことが起きてしまうので、まあ、これに関しても正直装飾育成純視力ぐらいの育成でもお互い現実的な育成具合であれば武将の腰当てに対する育成なんかは結構遅くなったりするので、純視力育成ぐらいの装飾でもアーグスに対してもっともっとダメージ出していけるはずなんですが、ちょっとパーパパさんは規格外の強さなんで、まあ、ここら辺も廃課金同士の戦いだと全く参考にならない部分ですね。まあにしてもパパパさん、まあ私と同じく、まあ、そこまで古くからプレイしてるプレイヤーでなく、一期当選コラボなんかが終わった後にこのゲームを始めており、まあ奥義なんかも古くからプレイしてるプレイヤーの方に比べたら解放できてない部分があったりするんですが、にもかかわらず総戦力5億っていうのはだいぶやばいですね。まあもっと古いサーバーであれば普通に5億とかの戦力もいたりして、まあ一期当選コラボの奥義なんかも解放したりしてるので、まあまあ納得できるんですが、このぐらいのサーバーでの5億はマジでやばいですね。全く勝てる気がしません。はい、ということでいかがだったでしょうか。 MR 装飾見てきましたが、まあ同じ暴走不良キャラクターのコキビなんかがやっぱり味方の主力2体に対して暴走をつけたりするので、もう単純に暴走不良を目的にするだけであれば、まあ戦役やボス戦なんかでも使えるのでコキビを投与しておけばいいのかなと、はい、いうとこですが、まあこの装飾の場合は今回は廃課金の映像だったのであまり活躍見られませんでしたが、スキル1のフィニッシャームーブができるっていうところがコキビと大きく違う点で、まあ、このキャラクター自体が相手陣営の戦局を変えてしまうようなキャラクターを落としてくれたりしながら、味方の退場しそうなキャラクターにはコキビにはできない暴走をつけながらの HP 超回復をしてあげることができるというところがコキビに似ているようで全く違った持ち味のある活躍のさせ方ができるキャラクターになっているので、まあこういったキャラクターを単純に弱いって言って切り捨てるのは簡単ですが、まあ厳密には弱い部分もあればこのキャラクター独自の活躍ができる場面もあるというところが正しい評価かなと、今回使ってみて改めて思った、まあ、このキャラクターに対する評価かなということで、まああとはそのこのキャラクターが活躍できるシーンっていうのをいかに作り上げるかですが、まあ廃課金同士だとほとんどこのキャラクターの個性は死んでしまいますね。むしろ現実的な育成具合であればスキル1の効果力化からの HP 回復なんかがもっとたくさん見れる機会があるし、まあ現実的な育成具合のサーバーなんかであれば弱い子なんかは敵の攻撃で一撃で落ちてしまうので、むしろこの装飾の暴走不要の対象にならず、まあどちらかというと純主力ぐらいのキャラクターに暴走がついてしまうっていうのが注意する部分としては出てきそうですね。まあそういうところも含めてやはり無課金、美課金、重課金、廃課金、すべての課金帯で、まあ扱いとしては難しいキャラクターになりますが、まあそういったクロート向けのキャラクターが好きな人は考えてみるのもありかもしれませんね。悩んでるぐらいだったら投用しない方がいいです。何も考えなくても視力強化してくれるコキビ取りに行けばいいので。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。はい、あとテケテケ遊びチャンネルでは動画に対する投げ銭機能であるスーパーサンクスというものを導入しているので、いただいた投げ銭はこういった
目立たないキャラクターの育成費用だったり検証代に使わせていただいておりますので、はい、今後もこういったあまり日の当たらないキャラクターの検証も含めて応援してくださる方いらっしゃいましたら、いつでもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。はい、あと、まあ、この装飾に関しては一般公開では出していないマニアックな挙動の部分に関してすでに YouTube メンバーシップ動画で1本動画出してますが、この後もう1本この装飾の細かいマニアックな挙動の部分に関して動画アップしていく予定ですので、はい、そういったマニアックな動画にも興味がある方はこの動画の概要欄にある URL から YouTube メンバーシップ限定動画の方も覗きに来てくださいね。はい、それでは。するおっすおっすおっす